横幅守らなかったんで、ここまでしか詰めれへんだときっていうのは、守らなかった幅が、みんな見た方がいいよ、こんだけあるわけです。これが1、2歩出ただけで、流星と打ち止まる。ないな。で、これ今具体的に言ったら2メーター。で、キーパーって3メーターまで行ったら、これ3メーターだけど、まで行ったら、ほぼ1歩っていうかもう、動かんでも取れるからね。わかる？だからここで言ったらいつも言ってる両足で飛んどくっていうのはやる必要はないと。だこれが例えば1歩離れて4メーターやったら、コーンの外側まで行かなあかんから、これじゃ間に合わへんし。足じゃ届かへんから、両足で飛んどくなって、でも4メーターでこれめっちゃやられてるから。だからほんまもうちょっと距離取って6メーターとか7メーターにしてシュート込めやすい。まあこれちょっと先の話だけど、今は3メーター以内まで寄せてきてるからキーパーの方が有利なんだ。だからここまではゆっくりじゃなくて早く移動してこいな感じで、早く移動してくんねんけどめっちゃ多いのが走ってきて、いやシュートもちろんね、打って打ってから出してるから股の間とか通る試合やった場合詰めたら止まって出してきたらブロックして、こっちだったら蹴ってきそうになったらブロックして、で蹴りそうにしてかわし見て、蹴りそうにしてかわしてきたら僕は吹いていくな。 OK、 だからここまでは早くで走りながら出したら、特にここでいっぱい出して見てこうやって出して、これだったら股も通るしかわされたら動ける。 OK、 やってみて。さあナイス。さあ止まる、もっと詰めてこい。ギリギリまで来て、そう。ナイス。ギリギリまで来い。飛んでたが、止まって。詰めてこい。そう。そう。そう、止まって詰めろ。止まる。そう、それ以上詰める必要ないぞ。ゴー！もっと来い、来い。もっと詰めたし。遅い。もう一回やって、ケンシン。ケンシンは、ブロック出すのが遅い。もう一回やって。ずっと、さっきからずっとや。まだやで、まだ。はい、出せ。そういうことやな。ナイスヒロキ、まだ蹴んな、まだ、はい、そういうことやな。壁やから、壁な、屋根とか天井とか壁のがグラグラしてる家で教えてするんで、じゃあな、家の壁にさ、ボール当てたらどうなる？跳ね返るよな、これもそうなんだ。でも、この当てられる壁がふにゃふにゃしてたけて、ふにゃふにゃしてたら、ボールでどこ行くかわからん。先に動いたり、後で動いたりしたら、コントロールできる。だから、当たるときは、当たるときは止まってやるから。なのに出すの遠い人はどうなるかちょっと、いや出して、こういう出し方したりとか、早く出しすぎてさっき言ったみたいにまた通ったり、足の幅が狭すぎるから出すときに膝が曲がらへんから一回開けて締めなかった、遅い。だから1対1だし、こんだけの幅しかないから足広げといてから、でモーションだったら締めるだけ、これだけ。やってみて、ここは有利なの、止まる、はい、さあそのまで止まる、さあ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 、パスが出な、はい、さあナイスよ、スルー、今止まる、さあ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 、止まる、ナイス、止まる、そう、さあ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 、フェイント関係ないからな、はっきり言って、これ実は遅い、終わった、これの足が結構まだ狭すぎる、でもいやいや戻して、そっから膝曲げて、この時当たるやん、だからやりにくい、今だ出さなあかんのは足出して止めるかブロックするかだけやから、もっと足もっと広げて、もっと全然もっと広げて、もっと広げて、なんかせーの、せーの、よいしょ、これだけ、一回だけ、近かったら広げる、近かったら広げる、そういうことやな、手のひら開いて、そう、ナイス、ナイス、足見てくるよ、俺、朝から一発は狙えよ。2回目、ナイス、止まる、ナイス、さあナイス、うまい、いいね、ライスブロック、ナイス、もうちょい前、そうやな、そういうことやな。